こんにちは、自衛学センターの島田です。今日は聖徳大学、聖徳大学短期大学部の概要をご紹介いたします。キャンパスは千葉県松戸市にあり、最寄り駅は上野駅から約20分という松戸駅、その東口から徒歩5分です。駅から見えるプラーレ松戸に向かい、エスカレーターで5階へ、5階の出口から出てすぐのところにあります。近くには大きな公園があり、また高台にあるため電車や車の音がほとんど聞こえない、静かな環境で勉強に集中することができます。昭和8年に川並浩淳・孝子夫妻が聖徳家政学院と新井塾幼稚園を創立し始まった学校法人東京聖徳学園。幼稚園から大学院まで17の教育機関を持ち、2020年現在では創立87周年を迎えます。東京聖徳学園の経学の精神は和です。女性ならではの思いやり、優しさ、協調性といった美しい心をこの女性総合大学で育みます。見学の精神は折り返するための教育として、一周として行っているのが聖徳教育です。その代表的な3つを今日はご紹介いたします。芸術鑑賞の授業を聖徳学園シリーズコンサートと呼んでいます。シリーズコンサートでは一流の芸術文化に触れ、舞台から伝わる表現法、表現力、感動する心、そして多様な価値観を受け止めることを体験的に学んでいきます。そしてそれを行うのがキャンパス内にあるこの川並浩淳記念講堂です。約1500名収容可能なこのホール、年間約25回行われるシリーズコンサートでは一流の方々にお越しいただき講演を行います。例えば過去にはバイオリンの講演ではよくテレビにも出演されている高嶋千佐子さん、落語には長寿番組の笑点の司会を務めておられる春風亭昇太さん、その他にもウィーン少年合唱団やロシア国立サンクトペテルブルグアカデミーバレエなど世界的に有名な方々が講演したこともあります。こちらの聖徳堂の中にある作法室学習研では、和の精神の中心となる礼を学ぶため小笠原流礼法基礎講座を受講します。日常の動作の基本、食事のマナー、面接の心得など日本文化に触れながら実践的に学びます。こういった普段からの立ち居振る舞いを自然に美しくできるようになることによって、実習や就職活動等の面接に役立ちます。人間形成の重要な要素であるコミュニケーション能力を育てるため、聖徳では3回の学外研修があります。まず大学短大共通なのが1年次春に行う電子メインキャンプ、1年次夏に行う学外研修1、滋賀高原です。フレッシュメンキャンプでは信州か箱根で、大学は2泊、短期大学は1泊し、これからの成長プランをクラス担任や仲間たちと話し合いながらコミュニケーションを図ります。学外研修1の夏山研修では滋賀高原に3泊4日し、雄大な自然の中で協調性や対人スキルを高めます。昼間はハイキング、夜にはキャンプファイヤーやクラス交流会などで思い出作りも楽しみましょう。大学3年時には海外研修に行きます。学部学科コースによって行き先は違い、おのおの関連する各国の本物の教育等を実体験することができます。短大2年時には学外研修2として北海道に行きます。大自然と歴史文化に触れることにより豊かな感性、価値観、視野を広げます。このように聖徳では各学部学科の専門的な教育のほかに人間力を育てるカリキュラムがあります。また教養の授業においてはいろいろな学部学科の教員が開いている授業を自由に履修することができます。例えば児童学部の学生が音楽学部のクラシックの歴史という授業を取り、音楽に詳しい保育士を目指すなど、学部同士が連携し多様な学びを得ることができるのも女性総合大学ならではの特徴です。ご覧いただきありがとうございました。各学部学科の紹介や施設の動画もありますので、ぜひご覧ください。